県内では今日も強い日差しが照りつけ、朝からぐんぐん気温が上がりました。今日の最高気温は南国日照で 37.8 度、黒潮町佐賀で 37.4 度、高知市で 37.2 度と、県内16の観測地点のうち11の地点で35度を超える猛暑日となりました。また南国市御免では観測史上最高となる 37.2 度を記録しました。高知市の中心街では小型の扇風機を持ったり日傘を差したりして歩く人が見られました。むちゃくちゃ暑いです。なのでもうずっと日陰のところをなるべく取ろうと思って。暑すぎて溶けそうです。いつもなら歩いて移動することも、なんか電車に乗って移動したりして、ちょっとお金がなくなったりして。高知地方気象台によりますと、明日も厳しい暑さが続く見込みで、日中の予想最高気温は高知市で37度、土佐清水市で34度、室戸市室戸岬で31度となっています。気象庁と環境省は明日も県内に熱中症警戒アラートを発表しています。こまめな休憩や水分補給を心がけるとともに、室内をエアコンなどで涼しい環境にして過ごすなど、熱中症に警戒してください。